いいや、僕は何もしていないよ。だからこれはただの奇跡さ。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。今回なんですけど、聖なる夜にこの歌声をイベントストーリー読ませていただきましたので、感想動画になります。はい、余談なんですが、僕 PC 買ったんですよ。今回初めて大画面でイベストを見たんですけど、めちゃめちゃ良かったね。あー、もう臨場感もすごかったし、何より感動しました。はい、それでは本題なんですけど、まず僕は今までの全ユニットストーリー、そして全イベントストーリーを読ませていただいているんですが、かなり上位に食い込むレベルで好きなお話でした。まあ、ワンダショといえば、今まで箱イベでハロウィンイベ、そして今作は2回目の箱イベでクリスマスイベですよね。まあ、どちらの方が良かったのかって話になると、個人差にもよると思いますが、僕は今回のクリスマスイベの方が好きでしたね。もう最後の終わり方があまりにも良かった。もはやネタバレしてバンバン話したすぎるんですけども、イベント始まって6日も経ってるし、みんな見てるんじゃないのかと思いますが、できるだけ今回もネタバレなしでお話しさせていただきます。この動画を見てワンダショのクリスマスイベントストーリー興味を持ってくれる方が少しでも多くいてくれると幸いです。それでは、完全に今回の主人公枠は草薙ねねちゃん、そしてねねちゃんの過去について結構掘り下げられましたよね。このイベストを見るとワンダショのユニットストーリーに、繋がってくるんですが、ワンダショのユニットストーリーで司くんがねねちゃんに対してカッとなって怒って吐いてしまった言葉、思い返すとだいぶ司くんは当時ねねちゃんの地雷を踏んでたんだなとそのことを知ってる側のるいくんがねねちゃんを守るというあの流れ、またユニストも見返したいなと思ったりもしましたし、司くんたちが働くフェニックスワンダーランドとは、毎回ショーで他のステージの人たちと競い合って順位が発表される仕様なんですが、司くんたちの現在の順位は3位というところから始まります。そして次のステージは季節もあってクリスマスのショーをしようとなります。あとはおそらく今後も関わってくると思いますが、今作から新たなモブキャラが登場するんですよ。皆様もイベスト2話のサムネイル見た時思ったと思います。この子は一体誰だと。フェニックスワンダーランド1位のステージの歌姫なんですよね。この1位の人たちもクリスマスのショーをするという情報を得てしまいます。さあ、ここからは同じショーをするというバチバチの殴り合いの展開になるんですが、1位のステージの偵察に司くんたちは行くんですが、レベルの違いをここで痛感します。と言っても痛感するのは、誰よりも昔からミュージカルを見てきた、披露してきたねねちゃんなんですよね。ちなみに僕はここの偵察に行く司くんたちのやりとりがめちゃめちゃ好きだったんですけど、1位のステージの歌姫が本当にすごすぎると。で、ワンダショの歌姫といえば皆さんご存知、草薙ねねちゃんなんですが、ねねちゃん以外の3名は、ねねちゃんが技術面で劣ってるとは思わないと。ここの司くんたちのねねの方が上手いっていうところも僕は好きなんですけど、今回の話ね、僕サイドエピソードは、報酬るいくんのサイドエピしか見てないんですけど、るいくんの頑張り具合が本当にわかりましたよね。今回の報酬、星さんるいくんのイラストを見るとわかりますが、演出家としての、ま、努力はもちろん何より、イベストを見た後ではねねちゃんのためにどれだけ頑張ったのかっていうのも伝わります。そしてるいくんはねねちゃんが1位の歌姫に劣ってはいないと思ってるんですけど、あえて劣ってるとしたらの答えにたどり着くんですよね。ただそれを伝えるべきなのか、答えを伝えるということが答えとは限りません。そんな時にハロウィンイベの時を思い出すんですよね。もうね、いろいろと今回のイベストは今までのストーリーで前に進んだ話も結構出てきますので、全部読んでる自分からするとものすごく完成度の高い話だと思いました。そして最後に司くんたちのステージで起きた奇跡があるんですが、それはぜひ皆様の目で確かめてくださると幸いです。最終話は本当に涙出そうになりましたね。というか、まあ、生きてるうちに一回は司くんたちのショーを自分の目で見たいなと毎回思いますよね。で、今回星4キャラがねねちゃんとめいこさんとほいみくだと思うんですけど、めいこさんワンダショの世界に初登場しましたね。言うて今回の話でめちゃめちゃバーチャルシンガーキャラが活躍したって感じではなかったんですが、ストリートの世界とはまた違っためいこさんの一面も見れましたよね。もうテンションがやっぱり高かったと。はっちゃけためいこさんみたいな。で、Mちゃんは報酬の星2だったんですけど、活躍しないかどうかで言ったらめちゃめちゃ活躍します。はい、もう正直途中までは M ちゃんなんで星4じゃないんだと思うレベルで見ておりました。可愛さが突き抜けてきましたよ、ね、こりゃ M ちゃんファンが増えるのも多いのも納得だわって感じでした。あとるいくんよかったねと、書き下ろされた曲もあるんですが、その歌詞も今回のイベスト見る前と見た後ではもう全然伝わり方が違うなと思いましたし、やっぱりプロセカのストーリーはレベルが高いですよね。毎回言ってると思いますが、今までいろんなソシャゲやってきましたけど、もうコメント欄でストーリー関係を見てるという方が一番多いなって感じるのがプロセカなんですよ。今回のストーリーもコメント欄で見てる方多いと思います。もうイベント始まって6日も経ちますし、はい、イベント終わっちゃいますので、まあ、そんな感じでまだ見てないという方はぜひ見てほしいのと、見たという方は感想コメントとお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。